いうです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回 iPad Pro 2021年の発表はいつになるのか、そしてこれから映像どうなっていくのか、お話ししていきたいと思います。まあ発表がね4月になるっていうのがね、まあ今のところ濃厚だと思われるんですが、まあどうしてじゃあ4月になったのかっていうね部分だったりですね、まあ iPad のね在庫状況とかまあ踏まえつつね、まあじゃあこのぐらいにね発表なりそうじゃないのかなって、まあちょっと予想とか、してみてですね、後半に iPad Pro の性能とかまあ仕様についてですね、まあ新しい情報がね出てきたりもしましたので、そこを加えつつですね、まあちょっとどうなっていくのかっていうのをね、お話ししたいかと思います。でこちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとするですね、リーク情報だったり賢い買い方ですね、ガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、まあチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取っていただければと思います。ご覧になってね、くれてる方はまだ 9% ぐらいしかね、まだチャンネル登録されてないということなので、毎回ね、なんか検索してこう、なんか入ってくるのも面倒だと思いますので、ぜひね、応援の意味とか込めて、まあ登録してもらえれば、嬉しいです。はい。あとまあ通知メールもオンにしていただくとですね、まあ最新情報届きますので、こちらはまだ登録者のね、8% ほどですかね。なので、まあ動画のクオリティにはね、毎回自信を持って作ってますので、しっかり考え込んで作ってますので、ぜひね、通知ベルをオンにしていただいて、最新情報を受け取ってね、いただければと思います。あと、まあ、ツイッターも日々更新してますので、フォローの方、お願いいたします。で、発表会はね、じゃあ3月にね、あるのかっていうことなんですけども、まあ、こちらはもう完全にね、可能性としては、まあ、ほぼ消滅してしまったということで、まあ、実際に、たくさんのリーカーの方がですね、まあ、3月23日に発表会が、あるというふうにね、開催されるとね、言ったりですね、まあ、特にそのアップルにね、なんか内通者がいるんじゃないかっていうね、言われる、ジョン・プロスターさんとかも、まあ、100% 3月23日、開催だ。っていう風にね、まあ言ったりもしてましたし、また韓国とね、98% ぐらいね、的中率を誇るですね、まあドゥアン・ルイさんとかも、まあワンプラスのね、発表会と、まあ同じですね、3月23日にアップルの発表会ありますよ、みたいなね、まあ言ってたりしたんですけども、まあ実際なかったと。まあ僕は他にワンプラスのね、発表会見たりしたんですけども、まあワンプラスは一応ね、中国のまあスマホメーカーで、まあ日本でも、最近ね、有名になってきたオポさんのね、まあ陛下の、まあメーカーとかでもあるんですけども、4月に、まあやっぱアップルがイベントをこう開催したのって、もうほとんどないんですよね。まあおそらく、確かまあ2011年とかにね、なんか iOS のなんか発表会ですかね。まあ、それぐらいなんですよ。はい。しかもまだこれ、ジョブズがプレゼンしてるね。まだ生きてる時なんで、まあ、そういった時ですね。まあ、これは正直、まあ、誰も予想なかなかできなかったなっていうところではあるんですけど、まあ、なんで皆さんご存知の通り、まあ、3月の発表会は行われないという。ことですね。まあ、23日に、まあ、発表会なかったら、まあ、ジョン・プロスターさんとかね、が、眉毛をね、もう全部剃りますみたいな、ことを言ってたりしたんですけども、まあ、彼の FPT というね、チャンネルでは、まあ、本当に剃ってましたけど、まあ、僕は、もちろん、剃らないですよ。はい。剃らないんですけど、はい。プレスリリースで、まあ、いきなり発表というかね、まあ、Apple のサイトみたいにいきなり iPad Pro 登場してるみたいなこともね、まあ、ないともね、言えないんですけども、まあ、可能性としては、特に3月中は低いのかなと思いますね。まあ、例えば iMore というメディアとかでは、まあ、3ヶ月ね、連続でプレスリリースでなんか出るんじゃないかとか、まあ、そういうのもあったりはするんですけども、まあ、おそらくやっぱ4月が濃厚かなと思いますね。まあ、例えばその、ブルームバーグが、まあ、4月になるだろうってね、まあ、結構大々的に記事を出したり、してますね。はい。まあ、事情に詳しいなんかね、複数の関係者が明らかにした、書かれてはいるんですけども、まあ、本当かなって感じですけど、まあ、新しいモデルをね、まあ、一応現行のプロと似た外観で画面サイズも現行と同じ11インチと 12.9 インチになるだろうということで、まあ 12.9 インチのね、まあ情報ばっかりだったので11インチ出るのか、ちょっと心配されてた方にはね、まあ結構朗報かなっていう感じですね。はい。まあ個人的にもね、やっぱり11インチ欲しいので、まあ出るとは思いますけどね。うん。ただまあ記事の中では、その新製品のね、発表イベントについては、まだこう明らかにしてないためね、計画を変更される可能性があるっていうね、まあちょっとなんか弱気とも取れる書かれ方してましたので、やっぱりまだね、ブルームバーグとかも不明な点がね、やっぱ多いんだなっていう感じですね、これ。まあなんで Apple 自体もまだまだどうしようか、まだ決めかねているような段階なのかもしれないです。で、4月になるね、こうまあ理由としては、まあいろいろね、あるとは思うんですけども、まあ基本的にやっぱ iPad のその在庫のまあどうしても不安定さというか在庫の確保っていうのがまだまだできてないっていうのがね結構影響してるのかなと思いますね。はい。まあ本来はまあリーカーの人たちがまあ 100% みたいなね、まあ言ってた通りやっぱ3月23日がまあ3月に発表する予定だったと思うんですけども、まあおそらくまあなんか延期になった可能性がね高いんじゃないかと思います。まあその原因ね、まあいろいろあると思うんですけども、まあ iPad のやっぱ在庫のね十分に確保できてない部分が大きいんじゃないかと。まあ例えばその iPad が現在ね在庫状況とかもそれぞれちょっと見てみたんですけども、まあ、僕が見たこれ3月、まあ、24日かな ?24 とか25日のこう在庫状況なんですが、まあ、例えば iPad Pro の場合ですね、はい、まあ、一応一番安い 128GB の Wi-Fi モデルの、まあ、一応これスペースグレーなんですけども、これだと、まあ、まだ1週間ぐらい、まあ、お届けまでかかるっていう感じで、まあ、iPad Air 4とかもね、まあ、同様でですね、
発売からまあ3ヶ月以上ね、まあ一応経ってはいるんですけども、まあこちらもまあ1週間ぐらいね、かかりますと。まあ直営店のまあ在庫とかも、もちろん見てみたんですけども、僕が見た時はエアフォーもね、川崎かな？はい。都内の店舗とかも全部ないみたいな、状況でしたね。また、無印のですね、iPad の8世代、に関してはですね、これは、まあスペースグレーかな？ 32GB のまあ Wi-Fi ね、まあ一番安いモデルではあるんですけども、こっちに関してはもう3週間から1ヶ月ぐらい、もう4月とか4月の、まあちょっとね、終わりとかにかかるような状態になってるので、まあ iPad 8も、まあ一応9月にね、去年の9月に発売されたので、まあもう半年ね、ぐらいもう経ってるんですけども、未だにやっぱ1ヶ月ぐらい届くのにかかったりすると。はい。しかもこれなんかもう受け取り日ですね。しかもこう Apple Store ね、まあこの直営店での受け取りみたいなのも、見てみたんですけどね、どこも、もうないですね、これ。これやっぱりね、在庫足りてないのかなっていうのがね、ちょっとサイト見ても思っちゃいました。ただね、ちょっと不思議だなと思ったのが、在庫見てて、iPad Pro だけ直営店の在庫がめちゃめちゃあるんですよ。これ見てもらうとわかるんですけども、もう渋谷、新宿、丸の内と、これはどうしたみたいな感じですよね。本日すぐ受け取れます、みたいなね。はい。iPad Pro だけなんかね、なんでこんなあるのみたいな。ちょっとおかしいと思わないですかこれ。なんか、ね、変ですよね、これ。まあ、つまりこれはね、在庫処理しようとしてんじゃないかな、という、ことが伺えますね。まあ、ということは、やっぱ新型 iPad Pro の登場は、まあ、そろそろなんじゃないかと、もう取れると思います、これは。はい。こういったことからも、まあ、やっぱりちょっと延期したのかな、って思いましたね。うん。まあ、在庫はまだまだね、安定してないと。はい。まあ、今実際やっぱ世界的にもね、結構 iPad みたいなね、まあ、デバイスですよね。こういった需要がやっぱステイホームしてるんで、爆上がりしてるわけですね。まあ、どうしても家にいたらね、こう、暇な時間ゲームしたりとか、まあ、動画見たり、Netflix とか、まあ、ネットサーフィンしたりするじゃないですか。はい。まあ、僕もそうなんですけど。まあ、というのと、やっぱもう一つはチップとか、部品のやっぱ供給とかも、やっぱ世界的に今、需要がね、高いのもあって、まあ、なかなか間に合ってないと。まあ、なんで、さっき言ったように、需要が市場にやっぱ上がってるのに加えてですね、今この感染症のね、まあ、影響でですね、まあ、例えばその工場が閉鎖したりとか、もちろんですし、まあ、工場がね、もちろん動いていても通常よりもちょっと少ない人数で動かさないといけないとか、まあ、そうなると、まあ、短時間、あとね、まあ、短時間の生産とかになってしまうので、どうしてもね、チップとかメモリとかね、まあ、いろいろその部品の供給がどうしてもやっぱ少ないので、間に合わないというね、状況になっておりますね。はい。ワンプラスのね、その発表会とも被ったとか、まあ、いろいろ、まあ、細かいこともね、まあ、重なってなんか延期したのかなと、まあ、僕個人的にはね、ちょっと思いましたね。じゃあ、その iPad Pro ね、じゃあ、いつ出るんだよっていうね、ことなんですけども、まあ、これはちょっとわかんないんですけどね、正直。ただ今のところはま、4月内にね、まあ、一応出る可能性が高いんじゃないかと思いますね。まあ、4月のじゃあいつなのかっていうところなんですが、まあ、今のところ、ま、可能性としてあるとすれば、4月の20日までの間かなと。いうところです。まあ、どうしてその4月20日なんですかって言いますと、こういったね、僕一応まあツイートをしたりしたんですけども、Apple の新学期キャンペーンですね。こちらが、4月7日までっていうね、最初はそういう案内だったんですけども、だいたい発表会の招待がまあないっていうところですね。23日のだいたい1週間前にだいたい招待が来るんですけども、まあ、なんで3月17とか18あたりでしたかね。まあ、そこあたりでですね、ここいつか厳密にはわかんないんですけど、4月なんか20日までにね、新学期キャンペーンが延期されてたんですよ。勝手に。これなんかおかしくないですか？はい。まあ、タイミングもなんかね、変なタイミングだし、まあ、仮にその新型のね、iPad Pro が、まあ、新学期キャンペーンに対象になるのかどうかって、まあ、結構コメントいただいたりもしたんですけども、仮に別に対象に入らないのであれば、ね、4月7日から20日に伸ばす理由っていうのが、まあ、正直ないかなっていうところですよね。まあ、これなんかいきなり伸ばしたってことは、もうもしかしたらそれまでに iPad Pro の発表とかね、わかんないですけど、iPad、まあ、旧世代とかあるのかは不明ですけども、まあ、発売の可能性があるんじゃないかなと。はい。これ僕がね、まあ、僕の勝手な推測なんですけども、まあというのはやっぱ去年のね、iPad Pro の2020年モデルですね。まあこちらが新学期キャンペーンの対象にね、入ってたわけですよ。ってことは今年もその新学期キャンペーンの対象に入る可能性が高いんじゃないかと。まあそういった点からですね、まあその期間内にやっぱ発表があって、まあ発売ですね。っていうのが、あってもおかしくないかなっていう感じで、まあ4月20日までにあるのかなって、まあ僕の勝手な推測ですね。まあただまあ去年じゃあ入ったからって今年もね、もちろん入るとは限りませんので、まあ4月20日より後ろっていうね、もちろんこともあるんですが、まあ可能性としては20日までに出るのが高いんじゃないかなと、今のところね、はい、思いますね。ということで皆さんはね、これどう思いますか？ちょっと感じたこととか。もしなんか情報とかありましたらですね。まあ何でもですね、気軽に概要欄からコメントいただければと思います。あとはちょっと新しい情報とかもね、加えつつですね、新型 iPad Pro が、まあどのような
じゃあ性能とかスペックになっていくのかっていうのをね、ちょっと軽く見ていきたいと思うんですけども、はい。まあ、期待される、まあ、性能とか価格など、まあ、詳細に関してはね、別の動画で、いろいろ話しておりますので、まあ、再生リストにまとめてね、ありますので、こちらもぜひね、ご覧いただければと思います。で、新型のね、iPad Pro には A14X チップっていうものがね、搭載されるのではないかと噂されておりまして、はい。まあ、この性能がですね、まあ、昨年11月に発表されました。M1 チップ搭載ですね。搭載した新型の MacBook と、まあ、同等レベルの性能になるんじゃないかと。というのも、この M1 チップっていうのはですね、まあ、そもそもこの iPad のチップをベースに作られてますので、M1 の、まあ、というか性能を上回る可能性すら全然ね、正直あるかなっていうところですね。はい。まあ、僕自身もこの M1 チップをね、搭載した MacBook Air、まあ、3ヶ月以上ね、使ってるんですけども、まあ、非常に結構、まあ、薄型の割にはね、非常に高性能で、電池持ちですね、が非常にいいんですね。電力消費も少なくてね、まあ、こちら非常におすすめでは。あるんですけども、まあ、詳細はレビュー動画とこちらも再生リストまとめてございますので、ま、いろいろちょっと見ていただければね、わかりやすいと思います。いろいろと検証とかもね、詳しくしてますので、まあ、そもそもやっぱインテルのプロセッサー、まあ、例えば Core i7 とか9とかありますけど、まあ、そういったフラグシップのものですね、まあ、一番いいものとか、まあ、含めて、どのインテルのプロセッサーよりも M1 チップの方が、ま、性能をね、まあ、数値上でありますけども、まあ、実際にま、上回ってるっていうのは、まあ、これ一つの事実として、まあ、ありますので、まあ、その M1 チップと同等の性能が、まあ、冷却のね、ファンすらない、この 5.9 ミリのめちゃめちゃ薄いですね、iPad Pro ですね。こちら乗ってくると、その iPad Pro はですね、まあ、いわゆる厚くて、まあ、結構ごついね、まあ、いわゆるゲーミング PC とか言われるものとか、まあ、たくさんあるんですが、まあ、そういったものよりも高性能になってくるということで、これはなかなかね、すごいですね。まあ、期待が高まりますね、これは。はい。で、また画面に関してはですね、2021年からですね、まあ、今年からどんどん普及していくと言われる新しい技術の、ミニ LED の搭載ですね。まあ、画面がね、今の600ニットっていうものよりも1000ニットぐらいまで、まあ、要するに明るく見やすくなってですね、まあ、iPhone 12みたいに、We're bringing 5G to iPhone.5G に対応してくるということですね。まあそうなってくると、あと、まあ新型のマジックキーボードだったりですね。まあもしかしたら Apple Pencil の第3世代も一緒に登場するかもっていうね、知れないです。まあリーク画像らしきものも、どんどんね、こう出てきたりはしてますので、まあデザイン的には、以前に流出した CAD 画像ですね。これいわゆる設計図ですね。なんですけども、まあこれから見た感じでは、まあ正直そんな大きな変化はないかなっていうところですね。期待されるところとして iPhone 12 Pro みたいなね、似たちょっと高級感のちょっとラグジュアリーな新色ですね。パシフィックブルーとか、ちょっとゴールドモデルみたいなのがね、まあもしかしたら出るかもしれないっていう、まあこういった登場を期待、したいところかなって思いますね。あとまあ iPad Pro のね、こう2021年モデル用のケースがね、こうなんか11インチ用とか、まあそういったのがもうすでに Amazon で販売されてたりすると。これ11インチのね、まあなんで登場も期待していいんじゃないかなと思いますね。はい。まあ出ると思いますが。で、また新たにね、こう出てきた情報でですね、iPad Pro も Mac とかと同様にですね、Thunderbolt 3、まあ USB-C に、対応するのではないかというね、ことです。はい。この Thunderbolt ってね、どういうものかっていうとですね、まあ端子としては、まあ USB-C にはなるんですが、USB-C のいわゆるもう上位バージョン、最強バージョンみたいなイメージでいいと思います。はい。まあ書き方としてはね、Thunderbolt、まあ3なんか USB-C みたいな。書き方されてるんですが、これちょっとややこしいんですけど、要するにサンダーボルト3に対応した USB-C ケーブルっていうね、意味で、ただの USB-C ケーブルとは、厳密にね、全然違います。まあちょっとこれ非常にややこしいんですが、はい。サンダーボルト3は、まあ見た目はね、これ同じなんですけども、まあちょっと雷模様がね、ついておりますと。はい。まあ意味的には、雷ってこう、バーンってこう、速いじゃないですか。スピード。まあ、なので、その高速なこう通信とか、データね、送信とかのものができるっていうね、意味になります。まあ、これ、いわゆる、まあ、高速通信規格に対応しているとか、言うんですけども、まあ、iPad Pro での、まあ、例えばその周辺機器とのね、やっぱ互換性とか、まあ、そういったものが高まったりですね、データのやっぱ同期とか、やっぱ転送スピードが上がったりするので、まあ、例えばね、僕とかもそうなんですけど、SD カードとかね、で、まあ、例えば動画とかで写真の読み込みとかがですね、まあ、MacBook とかと同様の、スピードでやっぱできるようになると。まあ、なんで、クリエイターさん、まあ、例えば、その、まあ、動画編集とかね、まあ、画像編集とかする方にとってはですね、iPad Pro でやる分にも、まあ、どんどんね、こう、嬉しい機能になってくるんじゃないかと思います。このサンダーボルトにね、対応したらね、MacBook にね、やっぱ iPad Pro も非常に近づくということで、もしかしたらその、プロ向けアプリのね、対応ですね。まあ、例えば僕の使っている動画編集アプリの、まあ、Final Cut Pro とか、ね、音楽編集だと Logic Pro とかももしかしたら使えるようになるかもしれないっていうね。まあ、すぐにってことはね、可能性としては非常に低いと思うんですが、まあ、将来的に、まあ、その、非常に対応する可能性はサンダーボルトがね、搭載されれば非常に高くなってくるんじゃないかなと思います。まあ、実際に M1 MacBook もね、言いましたけども、さっき、iPad をね、チップベースで作ってるので、
まあ実際に多分このファイナルカットプロとか動かすこと自体は多分もうできると思うんですけど、まあただまだ今後に期待っていう感じで、まあやっぱりまだやっぱタッチディスプレイでじゃあどう最適化する、快適にその編集できるようにするか、最適化できるのかっていう部分だったりですね。まあ実際 iPad がじゃあ対応しちゃったら Mac の売り上げ落ちんじゃないかとか、まあいろいろね、そのビジネス的な視点もあると思うんで、まあそういった問題とかありますんで、まああるとしてもまあもう少しね、まだ時間がかかるんじゃないかと思いますね。ということで皆さんはね、新型の iPad Pro 欲しいですか？はい。また、いつ発売されると思いますか？まあ、思うこととかね。まあ、気軽にちょっとコメントいただければと思います。こちらの動画ですね。なので少しでも役に立ったなと思った方は、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、通知ベルも押していただければと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。iPad Pro 楽しみ。51日買います。バイバイ。